プリンスエドワードアイランド州の地方行政区の一覧。カナダのプリンスエドワードアイランド州では、行政区画は軍及びその参加に市町村が設定されており、また歴史的には小教区、タウンシップの順に区画が決定され、それが国政調査区分に反映されている。イギリスは1763年のパリ条約、締結後、 フランスの撤退に伴ってアカディア人の撤退した土地にイギリス系の植民を開始した。1764年にイギリスは当時まだセント・ジョンズ島と呼ばれていたこの島の地勢調査を開始し、1766年に完了。調査の主目的はパリ条約に基づき最小限の費用で植民事業を行うことであった。欧州での監修に倣い。 土地を分割し、定住者に定期借地権を提供する制度が提案された。まず3つの軍で合計50万エーカーの土地が調査され、それぞれの軍に軍庁所在地を置く。それぞれの軍はさらに10万エーカーずつの小教区5つに分割。さらに小教区は約2万エーカーずつのタウンシップに分割された。それぞれのタウンシップは定住条件を満たす個人に分譲された。 定住希望者が殺到したため、イギリス政府は抽選を導入した。1798年には、セント・ジョンズ島から、プリンス・エドワード島に解消され、その後、土地の所有者と棚子の間で、多くの論争、対立が起きた。1873年のカナダ連邦樹立の際に、プリンス・エドワード・アイランド政府が、 土地所有の権利を元の所有者から買収するための財政補助を条件に含み、それにより19世紀で土地紛争は解決した。現在、タウンシップは行政区画ではないが、国勢調査区分として地図上には記載されている。プリンスエドワードアイランド州には3つの軍が存在する。各軍にはシャイアタウンと呼ばれる軍庁所在地がある。各軍には シャイアタウンと呼ばれる郡庁所在地があり、各シャイアタウンのある小教区はロイヤルティと呼ばれる。行政区分としての市町村はロットとは別に存在する。ザレギオンアラウンドアボンリー。ありがとうございます。